どうもラングレンの阿部です。よろしくお願いします。万劇おうちご飯ということでですね、今日は料理を作っていきたいと思います。実はですね、僕結構料理に自信ありまして、5年間ぐらい北新地の居酒屋でキッチンとして働いてた経験ありますんで、結構今日は自信あります。なので今日はパスタを作っていきたいと思いますので、よかったらね、皆さんもレシピ真似してみてください。じゃあそれじゃあ作っていきます。まずはですね、麺を茹でていきたいと思います。沸騰したねお湯を用意していただいてね、はじめにですね、この塩を一つまみ入れます。はい、これを入れることによってね、なんか温度がね高くなるみたいで、茹で加減がねかなり良くなるみたいなんでね、いつも僕は入れています。でそしたらですね、麺を入れていきたいと思います。大体これ 100g ですのでね、これで大体1人前ぐらいなるんですかね。はい、8分ほど茹でていきます。はい、こんな感じですかね。はい、こういう風になってます。じゃこれでですね、8分ほど茹でていきたいと思います。8分経ちましたんでね、ボウルに、揚げていきたいと思います。あ、いい感じに茹で上がってますね。バッチシなんじゃないでしょうか。はいはいはい、あ、いい感じですね。じゃ次はですね、フライパンにですね、味付けをしていきたいと思います。はい、じゃあフライパンで味付けしていきたいと思います。フライパン温めてもらってね、ちょっとね弱火の方がいいですね。これはですね、弱火にしてもらって、油を引いていきます。本当はねオリーブオイルとかの方がいいんですけど、まあ、油でも全然代用できるんで大丈夫です。はい、じゃ油引いてもらって、ちゃんとね薄く伸ばしていきます。はい、はい、じゃあですね、ここにニンニクを少し入れていきます。こちらもですね、ほんまはですね固形のちゃんとしたニンニクの方がいいんですけど、まあ、この市販に売ってるねこのおろしニンニクでも全然大丈夫ですので、こちらで代用していきます。はい、じゃあニンニク入れてもらって、あ、いいですね、火も通ってきてニンニクのいい匂いがしてます。うん、はい、でまあちょっとバチバチ言ってるんでね、あ、ちょっと麺の方入れていきたいと思います。はい、弱火でねさーっとね麺を炒めてもらいまして、あんまりね長時間するとね麺が硬くなっちゃうんでね、もうささっとしてもらって、もうこんなもんで大丈夫ですかね。はい、してもらったら最後ね塩コショウでパパパッと味付けして、はい、これで完成です。できました。じゃあ食べていきたいと思います。はい、じゃあいただきます。久々ですねこれ食べるの。昔はねよくこれ作って食べてたんですけどね。あ、うん、美味しいですね。歯ごたえもしっかりしてて、なんかほんとホルモン食べてるみたいですけど、はい、うん、美味しいです。で皆さんもね、これ簡単ですので、よかったら作って食べてみてください。以上、ラングレンの阿部でした。ありがとうございました。